皆さんご機嫌いかがでしょうか。ひろこのスペシャリストに聞く2020年12月2日。今回のひろこのスペシャリストに聞くは、経済ジャーナリスト、和島秀樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。和島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日のタイトルは、2021年の焦点、注目銘柄と IPO ということで、まあ、日本の株式相場についてお話を伺っていくんですが、はい、2020年、今年はもうどうなることかと思うようなことがたくさんあって、本当にね、本当に、コロナがね、で、3月以降、いや、まだこれ、下げるどうなっちゃうのって言ったところから、あとはね、もう本当に11月になったら、なんだこの勢いはみたいな。まさか株がこんなにね、ウェイウェイ上がるとは思わなかったっていう。特に10月30日の2万3000割れの時点で、嫌なムードだなと思って、なんか、大統領選が、直前になったら、急に、どんどん上がるっていうのは、ちょっと私も長いことマーケット見てますけど、なかなかレアケースですよね。本来でしたら今年は大統領選挙が最大の焦点だったはずですけど、はい、大統領選じゃなかったですね。どっちかというと、コロナですね。そうですね。コロナで、それに対してコロナにどう対応していくんだっていうところが一番の大きなポイントになっちゃったっていうところですかね。はい。今日はこのようなテーマでお話を伺っていきます。当面の注目ポイント、なんで日経平均こんなに強いんだろうとかね。そのあたり聞いていきます。そして和島さんが注目しているセクターはどういうところなのか。そして年末に向けて IPO ラッシュということで。はい、このあたりについてもお話を伺っていきたいと思います。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組は、豊かで豊かに、豊かトラスティー証券の提供でお届けします。では、早速お話伺ってまいりましょう。まず最初、当面の注目ポイントですが、日経平均だけがなんか、スルスルスルっと11月になってね、上がっていったんですけど。本当ですね。まあ本当に3600円以上ですかね、上がってきて。で、まあ19で言えば、はい、外国人投資家が11月に入って3週までで合計で、現物先物合わせて2兆7千億円の買い越し。これ10月の4週までは9兆6000億の売り越しだったんで、はい、ずっと売ってたのが急にドデン買いに入った。うん、で、まあ、ただこれ言えるのが、それが、先ほどの話じゃないですけど、大統領選なのか、ややその後、これで、悪抜け感が出たっていうふうによく言われますけど、はい、それとか、あとはコロナワクチンが、そろそろ実用化だっていうところありますけど、はい、なんやかんや言いながら一番金融緩和が効いてるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っちゃいますけどね。ゼロ金利だけではなくて、まあ金融緩和、量的緩和、プラス財政も出てますね。財政も出てくるっていうところで、まあそれが大きいということと、あとは来年の焦点は本当に企業業績が急回復するのか。これなんとなくバブルの香りが日本だけじゃなくて、これアジアの株価も最高値になってるところが結構あるので、はい、やっぱりちょっと世界的にそういう動きっていうのが、なんだ、やっぱり業績戻ってきたから、あれは株価の先見性だねっていうふうに言えるかどうかっていうのが、来年の向かっての焦点じゃないかと。ここに来て世界的にまたね、コロナの感染者が拡大しているという状況の中で、本当にこれが実体経済をね、牽引していくのかどうか。いけるのかどうかっていうところが、もう最大の、来年に向けてのポイントではないかというふうに思いますね。はい。ただし、チャート的には日経平均、かなり重要な節目をポンと抜けてる。そうです。まずこれ、日経平均で言うと、18年の1月に2万4000台につけて、はい、で、18年の10月、2万4448円という、これが一番の高値です。で、今年に入る、去年の12月、今年の1月についても2万4000、これ、ほぼみんな一瞬なんですよね。うん、なので、強力な上値抵抗ラインだったんだけれども、まあ、これをぶち抜けて、はい、今や2万7000に肉薄する、ところまで行ってるっていうのがあって、で、29年半ぶりの高値と。なんか私の持ってる銘柄上がってないけど、世間では日経平均とやらが上がってるらしい。そうなんですよね、はい。日経平均だけがなんか強いなというのは、このトピックスのチャート見ていただくと、形が違う、はい。重要なのは、うん、こちらだと私は思います。はい、これ、トピックス、東証株価指数というのは、全銘柄の値動きを示すものであります、はいはい。で、これ見ていただきますと、19年の1月に高値をつけて1911ポイント。うん、で、日経平均が高値をつけた、18年の10月には1830ポイント台、はい。で、さらに日経平均がもう一度高値をつけた、去年の年末から今年の1月にかけては、1700ポイント台しかない、うん。ずっと右肩下がりできてるんですよね。うん、で、安値も切っちゃってるんで、はい、安値も切り下がってる。要は、なんてことはない、下降トレンドっていう話でありまして、うんですね、はい、で、ようやく、この、上値の抵抗ラインを引いてみると、やっとそれを抜けたぐらいの
11月ね。1ヶ月なんですよね。はい、やっと、はい。ここの差をちょっと見ておく必要があると思いますね。やはり日経平均が強いというのは、ネガサ株の影響が大きいんですよね。そうですね。日経平均、3600円前後ぐらい上がってるんですが、そのうち、日経平均の、寄与度でいうと、上位5銘柄で、この3分の1ぐらいが説明がつくと。たった5銘柄で、1200円ぐらい上げちゃってるっていう話なんで。なので、でも日経平均が先に走ってくれてることで、なんとなく今、出遅れ株物色に回ってるっていう、これで、仮にですよ、トピックスが1900ポイントに乗せてくるっていうことになってくると、はい、いよいよ本当にマーケットが温まってくるので、はい、インデックスとすると225よりはちょっとトピックス見ておいた方がいいかなみたいなところはあるんじゃないかと思います、ね。やっぱりね、全部の株がね、底上げしてくれないとっていうところが ね、はい、重要です、はい。そして続いてのチャートは、これ日経平均と日経500。はい。これどう違うんですか？あまり日経500ってあまりご存知ないと思うんですけど、うん、はい、ETF も何もないんですよね。で、日経500ってのはもともと日経225の補完として日本経済新聞社が作ったんですけど、はい、これグラフを見ていただきますと、左の方に行くと、88年から出てて、これ結果的に言うとですね、日経平均は、1989年末、38,915 円なんですけど、はい、これはまだ距離ありますよね。まだ3万円超えてないわけです。ね、はい、でも日経500ってのは今年の確か8月くらいでしたかね。はい、もう、史上最高値を突破してるんです。おー、はい。じゃあこれなんで日経500だけ強いのかということですか？で、これが日経平均っていうのは結構毎年毎年定例入れ替えがあるんですけど、日経500っていうのはこの採用の基準がですね、はい、出来高、売買代金、時価総額、この3つだけなんですね。はい。で、それを3年間、スコア化して、で、それで銘柄を入れ替えるんですけど、はい。っていうことはどういうことかっていうと、昔からいる大企業っぽい人たちが、ずっと残っちゃってる日経平均と、うん、はい、有無を言わさず時価総額が減って売買代金が減ったら、追い出されちゃう、ね。もう、ピシッと抜かれるっていうことなので、はい、その差で新陳代謝が効いてるんですね。これ、ある意味、はい、アメリカで言うと S&P500 っていうのって、はい、あれの、採用手法にちょっと似てるんです。やっぱ新陳代謝が効いてるっていう部分は、はい、で、向こうは最高値、こっちも日経500は最高値なんで、それは非常に、見ておく必要があります。はい。ただこれベンチマークにはなってないんですね。そうですね。これ日経、JPX 日経400とか、日経300とかって誰も見てないような、日経300も誰も見てないような仕様あるんですけど、これちなみに日経400と日経平均で全く同じ動きをしてて、ROE が上がっちゃったやつを入れちゃうんで、成長過程のものが入ってるんじゃないんですよね。はい。だから私は、日経500の ETF を作ってもらって、はい、日銀も GPIF も全部こちらで運用していただきたい。はい、ここを買ってほしい、むしろ。と思いますね。そうですね。はい、このような銘柄が採用されていますよ、はい、ということで、非常に新陳代謝されて元気のいいところがね。元気のいいところですよね。はい、もう本当に業績もいいものが、はい、選別されているということがお分かりいただけるんじゃないかと思いますね。はい。そして、ここからの株価を占っていく上で気になるのが、ドル円相場がじりじりと下の方に動いてますよね。はい、これはもう月足で見ていただくと分かるんですけど、125円というのをピークにですね、これ125円というのは、黒田総裁が、はい、もうこれ以上円安になりそうにないっていう、クラウドラインという当時言われてたんですけど。なんであんなこと言っちゃったんだろうっていう、ね、本当思いますけどね、はい。はい。で、以降これご覧になっていただくと、まあ、円高というよりは多分ドル安が進んでいて、はい、ちょっと100円前後の節を切っちゃうと、うん、為替が円高方向に加速する可能性っていうのが、うん、ちょっとあるので、来年のポイントとしては、はい、ちょっとね、このあたりについて、もしちょっと波乱があるとすると、日本株については、ここのところは、ちょっと注意しておいた方がいいかなというふうに思いますね。ただ、昨今は、日経平均とドル円相場はもうほとんど相関ないので。そうですね。だから本当、私なんかが、うん、昔証券会社で働いてたことなんですけど、その時、プラザ合意で、はい、為替が240円から120円まで行った時ですけど、あの時は内需を喚起しなければいけないので、はい、内需振興策というので、円高でのデフレをなんとか内需でカバーしなきゃいけないっていうので、それで業績が上がった。なので、はい、今回がその金融緩和の状態が世界的にあるので、それで、為替をあまり気にせずいけるかどうか。まあ、大江さんおっしゃった通りで、そこが気にせずいけるんであれば、それはそれなのかもしれない、ね。悪いことではないってことになってくるけどね。はい、ただ、まだね、ちょっと、感濃度っていうのはね、気になる。やっぱり、時価総額のうち、メーカー、製造業の比率が多分6割ぐらい日本があるので。そうですとね。輸出企業にとってはやっぱ為替大きいですよね。かもしれません。はい、ここはちょっと気にして見ておくべきポイントです。はい、では、注目のテーマとかセクター。はい、僕ですね。注目のセクターっていうと、なんとか関連っていうのは、はい、もちろんちょっと後ほど出すんですけど、はい、私は一つ思っていただきたいのは、いろんなものが、
混ざり合ってきている。融合してるんじゃないか。あ、例えば、はい、半導体関連とか、5G 関連とかっていう言い方をすると思うんですけど、はい、今、中国で言うと、中国製造2025とか、はい、ドイツに行くと、インダストリアルインターネットとか、インダストリアル 4.0 とかってアメリカもそうなんですけど、はい、日本でも、今、ソサイティ 5.0 っていうのが進んでて、はい、要は、なんとか生産性を上げようとか、まあコロナのおかげで、テレワークとかっていうのもありますけど、まあデータセンターのいろんなものをこう集中して計算させようとか、うん、そういう話になってきているので、で、それが結果的には、あとまあ自動運転ですとか、はい、オンライン診療ですとか、ギガスクールとか、はい、まあいわゆるもうなんか、情報通信、トラフィックっていう、こう、通信量が増えるっていうことは、はい、もう多分変わらないんだと思うんですね。これ今、で、出させていただいているのは、サムコのホームページ。サムコっていうのは、シリコンウェア、半導体の元ですけど、はい、これの予想ですよね。2024年までの予想。はい、右肩上がり。データセンター投資も、やっぱり高水準。はい、さらに、これは、スマートフォンが 4G から 5G になると、はい、シリコンの面積、使われる300ミリシリコンの面積が、なんと、スマホだけで7割増になると。ああ、じゃあもうここの需要はもう劇的に伸びていくってことですね。で、さらに今年の2020年の7月に、スマホじゃない企画っていうのが世界で決まったんですね。はい、これは例えば、今までスマホって 2G だろうが 3G だろうが 4G だろうがスマホじゃないですか。はい。5G は今度外に飛び出して、例えば、24時間、工場を自動で運転させるって言った時に、その機械がちゃんと動いてるかどうかをどうやってセンシングするんだって言ったら、この、今までの100倍の通信速度があるもので、うんはい、機械がちゃんとロボットが動いてるの？生産ラインちゃんと大丈夫？で、さらに言うと、5G まで来ると、検品までできたり、はいはい、あとは、夜中、なんていうか、警備ロボット。はあはい、これセンシングで行くわけですよ。はい、中で人がいなくても、泥棒も入ってこれないようにできるとか、はい、そういうことになってくるので、今までのと違って、あとは自動運転で 5G を使うと、ソニーのシモセンサーを、縦横無尽に張り巡らされると、どこから物が出てくるかって、瞬時にわかるわけですね。そういう企画が今年7月に決まっているので、はい、これ来年ぐらいから受注が入ってくると。はい。ということで、いろんなものが、データ通信量増えてきたり、さらに間口が広がってくるっていうのが、おそらくは2018年のポイントなんだろうなと。高速でデータがもう送れる時代っていうことは、はい、いろんなことに使えるということですね。そういうことになります。はい。ものを作るだけじゃなくて、もう遠隔で動かすとか、自動で動かすとか、はい、ずっと動かし続けるとかね。これ今だと、はい、例えば遠隔診療って、4G のスピードだと、例えば手術をやってるところを、遠隔で有名なお医者さんが見て指示するんだと、メスとか切るときのタイムラグが生じるわけです。いや、怖い。それ 5G になると、それはもうほとんど解消される。もう瞬時に、もう東京、大阪で。遠くからもうメインの人が指示を出したりするっていう、もう本当に遠隔診療。だから医療も変わる。変わってくるという可能性が。もうあまりにもいろんなことに変化が生じるということですね。はい、そういうことだと思います。まあその根幹になるのはやっぱりもう半導体でしょっていう。そうですね。一番これ結局、微細化でも 5G でも結果的に言うといろんなものが、そのチップにいろんなものを乗っけてくるんですけど、はい、これどれがいいとか悪いとかっていうのも、まあいいんですけど、右側のちょっと解説のところを見ていただきますと、はい、エッジングってのは磨いたり削ったりするところ、半導体の前工程ですけど、はい、あとは、切ったウエハを洗浄するとか、これ、ほとんどが日本が世界トップか世界有数というような位置づけなんですね。はい、半導体はもう世界に捉えちゃいました。でも、世界一だった80年代に、はい、一貫して作る能力が日本にあったんで、はい、半導体がちょっと捉えちゃっても、この製造の装置、はい、これについてはもう日本がやはり強いので。じゃあ日本抜きには語れないってことなんですね。そうですね。やっぱり日本の装置を使ってもらわないと、結局は皆さん、中国でもアメリカでも、製造業2025も、インダストリアルインターネットもうまくいかないんじゃありませんかと。実現できないだろうと。でしょうねというところっていうのが、まあ日本の強みっていうのが、今だから株価で反映されてるのは今ここが一番反映されてるところだろうと。そこはもうみんな気がついてきているってことですね。ここがないとダメだと。はい。はい。そして 5G っていうと。はい、で、それでまあ、流れてくると、これ、アンリツっていう会社っていうのはアメリカの、
通信、5G に限って言うと、通信機器の大手と、シェアを二分してるんですね。だからもうここかアメリカの会社しかないツートップですね。ツートップなんですね。はい、なので、これ、5G っていうのは、最初、部材メーカー、村田とか、というところから、はい、で、次にスマホを作る、ところですね。の会社とかですね。ソニーとか。キャリアですね。キャリア、あ、じゃあ、スマホを作ってる会社。作るか、製造。で、その後にこのキャリアが。キャリアが。で、キャリアっていうと、はい、全国津々浦々、5G の基地局作るんだけど。インフラですね。順繰りにやってくるんですけど、まだ、先ほど言った、スマホ以外の企画っていうのは、受注今のところゼロです。はい、これから来るんです。今までスマホだけで安立って評価されてましたけど、はい、ソニーなんかもそうなんですけど、村田もそうなんですけど、これは次のステップ。ってことは、新たな企画でいろんな汎用性のあることがここから始まる。5G と、なので自動運転とかっていうのもこういうところから動いてくるということでしたり、はい、ネットワークで言うと CTC とか、伊藤忠テクノソリューションとかネットワンとか、まあ、こうしたところ、あとは基地局を作る、コムシスとか、接続するところですよね。というところっていうのが、引き続きこうしたところが注目されて、ソニーも、まあ。上がってきたかなと思うけど、まだまだっていうことですね。そうですね。まだこれからではないかというふうに思いますね。やはり、村田の、積層セラミックコンデンサーなんて、まあ、もう、どこ、何があっても使われてるみたいなね、ところになるという形だと思いますね。はい。こうしたいい企業が今回コロナ禍でみんな軒並み売られましたからね。そうなんです。そうなんです。そういうことなんですよね。はい。はい、そして、景気の先行指標になる工作機械株ということなんですが。はい。で、ですね、ちょっと見ていただきたいのは、これ工作機械のメーカー、ファナック、DMG、森製機が多くなって、今、ファナックは結構、日経平均の企業の大きい銘柄としても、はい、この間業績大幅増額修正して、注目されているんですけど、うん、工作機械、機械を作る機械っていうのが、要は日本のものづくりの原点みたいなものなんですが、うん、で、ちょっとすみません。先に行きますと。これ工作機械工業会が出している工作機械受注の推移なんですけど、はい、これ見ていただくと、一番ピークになっている赤い折れ線グラフの一番ピークになっている1829億円っていうのが、はい、2018年の3月がピーク。あー。で、今年の5月がボトムなんですね。はい。これじゃあコロナ関係なくずっと下がってたわけですね。そうなんです。これそもそもじゃあ、18年の1月からこの17年の暮れぐらいから18年の頭にかけて何があったかっていうと、うん、当時中国がチャイナショックから立ち上がってきて、はい、で、工場を自動化したいんで、工作機械なんかないかみたいなところで日本の工作機械メーカーに、これファクトリーオートメーションの機械も同じなんですけど、はい、に受注が来て、で、日本もそもそも、こうした動きがある。まあ、当時からインダストリアル4.0 とかっていうのもあって、はい、海外からも受注が来た、はい。で、この時に半導体で言うと、メモリー作りすぎちゃって、はい、これから先バラ色だっていうので来たったりなんかして、で、これ下がってきて、自然にちょっと作りすぎて、半導なんですけど、この後、うん、トランプさんが、米中の貿易摩擦が本格化して、で、中国は、関税引き上げられるんじゃないかと思って、設備投資をパタッと止めて、はい、ずるずるずる。あ、じゃあこれ、米中貿易戦争の影響が出ちゃったわけですね。そうですね。で、先ほど半導体が好調だって言いましたけど、メモリーっていう皆さんがスマホで写真撮って電源切っても残るっていうのは、はい、メモリーの半導体なんですけど、これ作りすぎちゃったやつの反動があって、これ今に至るまでまだちょっと需給が緩んでるところもあるんですけど。在庫がすごかったんですね。そうなんです。で、そうした諸々が、うん、コロナでドーンと最後に来て、はい、戻ってきたんですけど、うん、ここで注目なのが、今申し上げた通り、工作機械は18年の3月ピークの今年5月ボトム。はい。なんですけど、はい、覚えてください。はい。ファナック、DMG、森製機、大熊。これはいずれも株価が18年1月高値で、今年の3月安値。あれ ?2 ヶ月株価に先見性があるんですよ。株価の方が早いんだ。株価の方が早いんです。はは。で、ちょっと先ほどの件を思い出してください。はい。トピックスの高値も18年の1月なんですよね。そうでしたね。はい。日本のものづくりが、はい、もしかして、ピークアウトしたのが18年の1月ではなかったか。なるほど。ね、だから株価がそれを先見的に見てたんではないか。トピックスも1月高値の今年3月休み。はい。ということなので、こうしたところですね、今、DMG 森関とか大熊なんかをちょっと指揮法なんか見ていただいて、こう見ると、8万、ボロボロやと。まだもう全然満身創痍なんですけど、はい、ただ言えるのは、18年の時に、
この業績どこまで行くのって言ってみんながガンガン強気になってたんですよ。はい、で、ロボット機械、ロボット工業会とかって、うん、そこが当時稲葉さんっていう、まあ、あの、ファナックの会長さん、はい、社長だったんですけど、もう来年はロボット大変だみたいな話だったところが、結果的にはピークアウト。ピークだったっていう。一旦はピークだったっていう話なので。じゃあ今その真逆だ。真逆っていうことを念頭に置いて、はい、そうすると、これ、国内で言うと、工作機械のうち6割が自動車関係と言われてるんですね。ってことは、自動車関係が仮に戻ってきて工作機械が潤ってくるんだとすれば、はい、そこは自動車部品メーカーだったり、はい、周辺のところがもっと潤ってくるので、はい、やっぱりそうすると、あ、いよいよちょっと日経平均だけじゃなくて、はい、他のところも行くかしら的な流れっていうのが期待できるんじゃないかなと。工作機械株がもうボトムアウトしてるってことは後でついてくると全体が。そうなんですね。そういうことを期待を込めて来年のちょっと注目ポイントにふうにしたいというふうに思いますね。はい。そんな中で、まあその工作機械の6割が自動車ということで、はい、自動車の将来なんですが、まあやはり EV ですね、今ね。そうです。もう大変じゃないですか。もう EV シフトで中国は何年になったらもう電動車しかやらないとか、今イギリスもそうだし。イギリスも早めましたね。もう、欧州に至ったら来月、2021年から、排ガス規制をめっちゃ厳しくするっていう、はい、売ってもいいけどお金いっぱい払ってるみたいな話になってくる中で、これ残念ながら日本で今 EV 関連って言ったら日本電産ぐらいで EV 駆動用モーターで、完成車メーカーは日産がテスラと一緒に行ったのに、はい、スタートしたのに、日本にはハイブリッドっていう優秀なものがあって、結果的には中途半端な対応になってしまった。ハイブリッドに注力しすぎちゃったかなと。そうで、そもそもアイミーブっていう、もう2009年に日本が最初に EV 売り出したのに、その時はみんな、部材も含めて日本がトップだったんですけど、正極材、負極材、セパレーター、電解器。これで、リチウムの電池が構成されるんですけど、当時は全部世界一だったんですけど、今はもう全部世界一は中国です。で、気がつけば後ろにもうすぐ韓国の姿が。なんとなく EV 関連に乗り切れんっていうのが日本の、うん、まあ、その中でセグメントするとこんなところかな。そうです、うん、で、まあ、日本電産ばっかり EV 駆動用モーターって言ってますけど、うん、名電車って今期めっちゃ現役なんですけど、うん、これ名電車もですね、同じような EV 駆動用モーターを今大変量産してて、はははで、その先行経費があって今期大幅減益なんですけど、これ多分来年になると大幅増益、駆動用モーターでちょっと息を、日本電産だけじゃないよっていうのをちょっと主張し始めた存在感が出てくるんじゃないかと。で、はい、セパレーターとかで、はい、世界で今もう日本が旭化成とか東レが、トップから崩れ落っこって、はい、中国韓国のメーカーなんですけど、セパレーターフィルムを作る機械は日本製鋼所が世界の7割。製造装置のところですね。そうです。なので、はい、中国とか韓国の方が、セパレーターフィルムでシェアが高いと言っても、はい、それを作っているのは日本製鋼所の、製造装置で作ってるんじゃないですかと。そう。いうところで。あと、バインダーっていうこれ、結合材も世界シェア4割クレアが持ってたり、あとはエンジニアリングっていう、こういう EV 関連の機械作ってくれないかっていうと、はい、平田機構。はい。お願いできればというようなところなんですね。やはりもう EV の根幹にも日本の企業の存在感あると。ね、ちょっと全体のマーケットからするとちょっとしょぼいって言えばしょぼいくはあるんですけどね。地味には見えますけどね。はい。まあ、こういうところもあるぞってことは、はい、ご理解いただきたい。忘れないでいただきたい。そういうことですね。はい。あとは、まあ、菅政権でのテーマということで。はい。はい。こういったところも注目。そうですね。まあ、これ円高になって内需関連物色っていうのは多分、おそらくいずれかの段階で来るんですけど。はい。来年オリンピックが来るかどうかっていう問題もありますけど、それ以前に、1960年にやったオリンピックの時の施設が老朽化しちゃってどうにもなんないぞっていう、当時高速道路作って、河川作って、みんなひび割れて、橋作って、そうですね。まあ、これはなんとかしなきゃいけないというところで、まあ、こうしたところは、まあ、折に触れて、で、今回、三次補正とかね、の話の中でも、予算の手当とかも、国土強靭化というところでは出てくるということですよね。はい。じゃあこのあたりの銘柄もウォッチしておきましょう。チェックしたいというふうに思いますね。あとは年内なんですね。2021ではなくて、はい、年内の IPO の数がとんでもないことになる。これ凄まじいのは、11月31日に一旦収まって、はい、で、14日まで空白期間があって、はい、15日から29日までに、なんと26社が、なんでそこに集中したかな。これそうですね。多分東芝半導体っていう記憶者が、本来、はい、2兆円クラスのやつがあった、それが来るはずだったのが、はい、ちょっともろもろ延期になって、うん、で、しかも延期になっても12月に
来るかもねっていう報道があったんですけど、結果的には年内は見送られて、結局そこが空白になって、ドカンと、こう、あの、月末にかけて来るという形になってきていて、はい、今、マザーズが少し戻り補償にありますが、需給が高需給でいい回転になると、非常に年末が、こう、うん、個人投資家の方にとっては、そのマザーズとか中国型株、そもそも12月は外国人投資家がお休みなので、中国型株が動きやすい投資でもあるので、はい、うまくいけばいいんですけど、はい、寄り付き天井が並べるとですね、だんだん悪循環になっちゃうので。初値だけが盛り上がっちゃうとね。とだんだん資金の回転止まってきちゃうと、ちょっと厳しい。なので、セカンダリーというね、流通市場で、初値形成以降も頑張ってもらいたいな、というふうには思いますよね。まあ、これだけたくさん集中してますけど、注目はどうですか？そうですね。あの、ウェルスナビっていうのが一番、あの、まあ、市場関係者の注目が高くて、はい、まあ、これあの、長期積み立て分散っていう、あの、資産運用を自動化した、ロボアドバイザーっていうのを提供してて、はい、まあ今未公開株の中でも、あの、やはり時価総額の価値が大きいと言われてる部分なので、注目度はナンバーワンです、はい。で、ローランドってのはこれ昔上場してて、今回再上場案件なんで、あの、残念ながら初値は大したことないんでしょうけど、うん、あの、2010年に上場してもう一回戻ってくるっていうのはね、やっぱり一つ注目ポイントとしては挙げられると思います。はい、あと結構ね、あの、注目してるのがこのバルミューダっていうね、なんか独創的な家電の、はい。はい。これはあの、スチームトースターっていうのがね、もう大ヒットして、はい、いや、私それだかと思って今回ちょっと見てみたら、意外にあの、光当てる照明だったり、扇風機だったり、意外にいろんなものをやってて、電子レンジとかクリーナーとか、はい。ね、一発家電の人だかと思ったら結構いろんなことをやってるっていうところで、はい、まあ、そういった意味では注目度が高かったり、あとは今、女性活躍っていうのが、やっぱりこれも、世界の流れ。そうですね、はい、もう、あの、ということなので、バイデンさんなんかもう広報関係はみんな女性っていうのそうですね、イエレンさんとかね、はい。で、まあ、ポビンズっていうのはこれ、ベビーシッターをもとに、まあ、本当に活躍する女性をいかに切れ目なくサポートするかという会社だったりするので、うん、すみません、あの26社もあるんで、あの、これが人気感するかどうかって話ではないんですけど。はい。あとはやっぱり EC のオンライン決済。まあ、このあたりもね、はい、キャッシュレスっていう話だったりもするので、はい、この中ではカッコという会社があったりと。はい、まあ、様々いろいろ出てくるので、まあ、こうした銘柄がね、非常にいい形で回転が効いて、はい、美しく、2021年にバトンタッチしていただくと、ね、いいかなというふうには思いますけどね。はい。まあ、アメリカなんかだと、あの、テスラがね、S&P500 に21日に採用されるということで、はい、そこでなんかどういう需給が起こるのかなんか結構そうですね。結果的に言うと、あの、それが金額大きいんで、他の500種がスライス売りっていうね、うん、あの、っていうパターンで波乱になるんじゃないかっていうね。警戒心何個もありますけどね。はい。ということで、まあ、年末に向けてまだまだ株式市場話題が豊富と。そうですね。ということですね。はい、大きなボラティリティが、まあ、生まれるかもしれないということで、まあ、資金管理気をつけながら、和島さんが注目したこのようなセクター、銘柄に、ウォッチしていただければと。そうですね。いうふうに。少しでも参考になればと思います。はい。ただし、投資におけます最終判断、皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。この番組は、豊かで豊かに、豊かトラスティー証券の提供でお届けしました。今回は経済ジャーナリストの和島秀樹さんにお話を伺いました。和島さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さんまたごきげんよう。